出土した、中空土偶、かやらの複製諸保内哀石諸保内哀石は、北海道函館市小薩部町に所在する、縄文時代後期後半頃の集団墓の遺跡である。出土遺物の中空土偶は2007年に、北海道初の国宝に指定されている。お島半島の内浦湾沿いに面した、南かやべ周辺に形成された、定位海岸段球場に位置している。 複数の集団墓が存在し、土偶の発見された墓とは別に、他の墓からは、翡翠製のマガ玉と赤漆が塗られた櫛の一部などが、出土している。縄文時代の精神文化、信仰や祭祀の実態を明らかにする上で書くことのできない、重要な遺跡である。諸法内遺跡の発見は、1975年に、地元の主婦が、農作業中に土偶を発見したことを契機とする。 南茅部町教育委員会が緊急発掘調査を行ったところ、出土地周辺は縄文時代後期の墳墓群の可能性があることが判明し、諸法内遺跡の名で周知の埋蔵文化財放送地となった。しかし当時の発掘調査は、調査面積や期間が限られており、その範囲にも限界があり、遺跡の調査としては、決して十分なものではなく、 再調査を実施することが課題となっていた。土偶が国宝に指定される直前に出土死対抗の再調査と座標値を基準とする出土位置の記録などを目的とした再調査を2006年に実施した。この調査により遺跡の一体からマガタマやウルシヘンなどが発見されたため、改めてこの遺跡が 縄文時代後期の集団簿であり、土偶はその一角に埋納されていたことが確認された。土偶の特徴としては、国内最大級の大きさであること、薄く精巧な作りで、写実的であること、文様構成に優れていることなどが挙げられる。縄文時代後期の土偶造形の到達点を示す、ものとして極めて貴重であることから、百七十九年に重要文化財に指定され、 その後2007年に北海道発の国宝に指定された。出土した南茅部の茅と中空ドグルの空をとって茅空という愛称が付けられている。貯法内愛石は私有地にあり、埋め戻されて今ではその所在地はわかりにくいが、掘り出された遺物は函館市縄文文化交流センターに保存、展示されている。環状廃石以降と、 土工母群が確認されたことから、縄文時代後期後半において、集団貿易として利用された場であることが判明した。環状排斥以降については、直径6メートルと小規模ながら二重の輪になっており、その周囲を土工房が取り囲んでいる様子も推測されている。ありがとうございます。